はい、皆さんこんばんは。本日はですね、銃の紹介ではなくて、この M45A1 こちらを購入しましたので、インナーバレルをですね、ライラックスのこちらに変えておこうかなと思ってますので、その動画を上げたいと思いますので、よろしくお願いします。まず箱を出してみますね。はい、一応こんな感じで入っています。まあ、1回もう箱出ししてますので、すいません、新品ではありませんが、はい。で、現状ですね、このバレルですね、こちらが今純正品はまあ金色になっているので、まあ、こちらをですね、シルバーの 6.03mm の方に変えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは通常のフィールドスリッピングしたいと思います。マガジンは抜いてあります。で、スライドを引いて、こちらですね、こちらに合わせてスライドストップレバーを引きます。はい、このように分解できます。これはあの通常分解の方ですね、またあの通常の動画の方でも紹介しますので、ちょっと早送りします。はい、ここまで分解できました。それではですね、まずこのですね、見えますか、ここのネジを外したいと思います。はい、外せました。これでアウターバレルとですね、インナーバレルの方が分離できました。はい、続いてチャンバーを開けていきたいと思います。はい、こちらチャンバーの方はこのネジを外していきたいと思います。はい、外れました。そしたらはい、これでインナーバレルが取り出すことができました。じゃあこれをですね、純正品からライラックスのものに変えていきたいと思います。はい、じゃあパッキンを外します。はい、取れました。はい、それでは新しいインナーバレルの上にですね、パッキンをつけていきたいと思います。パッキンはですね、ちょっと見えますかね。あ、ここに少し溝が高くなっているところがあると思うんですね。そこをのインナーバレルのですね、すみません、見づらくて申し訳ない。ここの溝ですね、に合わせるようにはめていきます。はい、これでパッキングの装着が終わりました。はい、それではチャンバーに戻していきたいと思います。はい、チャンバーはですね、ここがないんですね。このパッキングの出っ張りをですね、合わせる形にします。はい、こんな感じですね。で、あとはこのホップのね、ダイヤルをくっつけます。で、カバーをします。はい、あとはですね、先ほどのネジを締め付けます。
はい、これですね、チャンバーへの取り付けが終わりました。はい、あとはじゃあアウターバレルと、ご合体させたいと思います。はい、アウターバレルですね、じゃあ先ほどのこちらインナーバレルを装着していきます。はい、はい、そしたらですね、あとはこちらのネジですね、先ほど外したネジ、はい、こちらをつけていきます。はい、はい、これで取り付けが終了しました。あとは元に戻していくだけです。はい、インナーバレルの取り付けが完了いたしました。はい、以上でですね、インナーバレルの交換、 M45A1 のインナーバレル交換を終了したいと思います。はい、ご視聴、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。